どうもアガポニです。今回はカルーガ峠情報台の攻略です。関連してサバヒロ、タバヨシプニ、オタカカ、異常の祠も踏まえて解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。まずはカルーガ峠情報台の行き方からいきます。場所はマップで言うとここですね。この眺望台は離島の村の高台から移動すると楽になってます。ルート紹介のため離島の村から実際に移動します。離島の村自体の行き方は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。トレルーフを使いながらどんどん村中央の崖を登っていく感じですね。で、頂上に着いたらここからパラセールを使って移動していくと。この辺りまで来たら、あとは眺望台を目指して登っていくだけですね。で、眺望台の周りにはイバラが生えているので、これは火炎の実のようなもので炎をくべると燃やして消すことができます。イバラが消えれば眺望台に入れるので周辺データの登録ができるかと思いますね。次は沢広の祠です。場所はマップで言うとここですね。カルーガ峠眺望台から近いので早速この眺望台を使って移動していきます。ここですね。まずは道なりに移動しまして、レーザー罠のエリアがあるので触れないように移動していきます。で、ここはトーレルーフを使って上に移動ですね。この場所は一旦右に移動しまして、ここのレーザーをくぐって奥まで移動します。その上でここのブロックをウルトラハンドで掴みまして、このレーザーを遮るようにセットしておくと、そうすると奥の扉が開くので、これで宝箱を回収ですね。回収したら戻りまして、今度は向かい側の部屋に入っていきます。移動レーザーが来るのでジャンプでかわしまして、今度はしゃがみでかわしていくと。最後はトーレルーフですね。
あとはこの祭壇の光に触れればクリアとなります。次はタウヨシプニの祠です。場所はマップでいうとここになります。この祠もね、カルーガ峠眺望台からの移動が楽になってますね。北西方面に移動していきます。ここですね。正面まで移動すると球体が転がってきている場所があるので、ここで戻れ子を使って逆再生していきます。その間に上まで移動ですね。ここでも回転板に戻れ子を使って宝箱を回収しておきます。で奥まで移動すると弾が落ちてきているエリアに出ます。でここのスイッチを踏むと柵が出てきて弾を止めることができまして、この状態でこっちの鍵となる弾を掴んでこの奥にセットします。そしたら今度は戻れ子を起動して手前の弾に使うと逆再生の力で鍵の弾ごと奥に移動させることができまして、下にある装置にはまって扉を開けることができるといった感じですね。この部屋も弾が落ちてきているんですが、ここにはね、落下防止装置のようなものはないです。で直接ウルトラハンドで掴もうと思ってもなかなか難しいかと思います。でどうするかですが、このくらいまで落ちた状態を狙って戻れ子を使います。その上でウルトラハンドで掴むようにすると少し掴みやすくなるかと思います。戻るスピードもそれなりに速いんですが、戻れ子で止めることで一瞬余裕が作れるのでそれを利用する感じですね。そしたらここにセットすれば扉を開けることができます。次の部屋はまずここにある玉をつかみまして、この移動している器にセットします。で器が角の装置がある場所まで移動したら、ここで玉に戻れ子を使って使ったらすぐに解除すると、そうすると下の器だけが移動することになりまして、弾を下の装置に落とすことができるというわけですね。あとはこの奥にある祭壇の光に触れればクリアとなります。次はオタカカの祠です。場所はマップでいうとここになるんですが、この場所は洞窟内にあるので外からは確認できない場所になってます。なのでまずは祠につながる洞窟まで行く必要がありますと。
とはいえ洞窟と祠の場所はそんなには離れていないので、まずはこの辺りまで移動する必要があります。で、このタウヨシプニの祠から近いので、このまま実際に移動してきます。一旦ね、カルーガ峠眺望台にワープして、空から来るルートでもいいかと思います。ここにね、ジャンプができるバネが2つあるので重ねまして、その上で上に乗って叩いて起動させると、高度を取ったパラセル移動ができるので少し楽になりますね。で、この辺りになります。入り口は氷で覆われているので、炎が出せる武器とかギアを使っていくことで溶かすことができます。で、中にいる邪魔な敵は倒しておくと、さらにこの足場部分の氷を溶かすと、下にも空間が広がっていまして、そこにも敵がいるので、上から爆弾なんかを使って攻撃しておくといいかと思います。ある程度倒したら下に降りて、残りの敵も倒しておくと。で、この上部分にね、また氷で覆われた穴があるので、ここは火炎の実なんかを使って溶かしていくといいかと思いますね。で、溶かしたらここから中に入ると、ここがお高かの祠になってます。この祠は所持装備を禁止された状態でスタートとなりまして、中にいる複数のゴーレムを倒しきるといった内容になってます。まずはここの武器を拾っておきまして、左側にいるゴーレムを棒で倒していきます。この時さらに奥にもう1体いるので、なるべく手前で戦うようにして、気づかれないように立ち回った方が安全になってますね。倒したらこの兵隊ゴーレムの角をスクラビルドしておきます。
で次にもう一体の敵を倒していくんですが、最初に弓でヘッドショットを取ってダウンを取れれば、あとは一方的に殴って倒せるかと思います。倒したら今度は錆びた槍を装備しまして、この槍に兵隊ゴーレムの角をスクラビルドしておくといいかと思います。そしたらさらに奥まで移動して、ここに2体いるのでできれば1体だけ誘導したいんですが、2体に見つかってしまった場合は一旦距離を取るのが安全です。でこのね、上にある火の明かりを弓で撃って落とすと下の枯れ草に火をつけることができまして、一時的に隙を作りつつダメージを与えることができるので、これをね利用して攻撃していくといいかと思いますね。さっきの槍吹きだと手数が出せるので一気に畳みかけてしまうといいかと思います。倒し終わったらさらに奥に進んでいきまして、ここにもね固まって2体いるので、できれば弓を使って遠距離からヘッドショットを狙いつつダメージを稼いでおく、あるいは倒しきっておくと楽になりますね。残り1体になったらあとは難しくないかと思います。とりあえず槍吹きが強いと思うので、これで攻撃していくのが無難ですね。でゴーレムを倒しきることができたら扉が開くので、あとは祭壇の光に触れればクリアとなります。最後は異常の祠です。場所はマップで言うとこの空島にある祠になってます。ここはカルーガ峠眺望台を使うと楽なので、また飛んで移動します。方角は北西方面ですね。でここまで来ると熱気球がくっついている浮遊石があるので、ここに一旦降りますと。で気球の中には下流の頭もセットされているので、叩いて起動させることでさらに上昇することができます。でバッテリー3メモリ分目いっぱい上昇すると祠の位置まで上がれるので、ここからはパラセールを使って移動ですね。でここが異常の祠になってます。中に入ったらまずは奥に進みまして、この右側に敵が1体いるので倒しておきます。そしたら下流の頭付きの盾を落とすので、これを回収して装備しておきます。で正面に戻りまして、ここに氷があるので盾を構えて溶かしていきます。そしたら奥に移動して、左側に敵がいるので倒しておくと。でここの氷は溶かしておいて、出てきた宝箱を回収ですね。この後は倒した敵が石板付きの盾を持っているので、これを回収するか、ここに落ちている石板をね手頃な盾にスクラビルドしておきます。そしたらこの炎が出ている通路を石板の盾を構えながら通過ですね。
奥に行くと敵がいるので、まずはこの敵を倒しておきます。で、今度はここにロケットがあるので、これも手頃な盾にスクラビルドしまして、この状態で盾を構えるとロケットの力で上昇することができます。あとはここにある祭壇の光に触れればクリアとなりますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。